これより GFC スペシャルエキシビジョンマッチを行います。青コーナー武勇伝ライト級チャンピオン熊澤慎也選手入場。さあ武勇伝熊澤慎也選手、元あのアウトサイダー70キロ級チャンピオンですね。はい、熊澤くんね、あの足勘で有名な。そうです、足勘で有名。俺も2回壊されて被害者の会の会員ナンバー4番目です。まあですね、まあね、足勘っていうその技術の性質上、まあ壊し屋になっちゃうどうしてもしょうがないですけどね。思いっきりやんないと決まらない。もうゼロか100かみたいのが足勘なんで、ある時いきなり決まるんですよね。はいはいはい、まあね、ただ彼はあの瞬発力が半端じゃないんで、はいはい、がっつり決まっちゃうんですよね。さあなんか担いできてますね。あ、ベルトとそして道場の看板ですね。あ、看板かけてってことなんですか、これは。そうなんです。これあれですか、道場破りをしてきたわけではないですね。はい、さあ僕も熊澤君は多分最初にスパーリングしたのがもう10年以上前で、まだ彼が初めて1、2年の時ですかね。その頃から光るものありましたよ。まだ荒削りながら、あのまだハイブリッドレスリング無限だった頃、当時、はいはい、そうです、ね、はい、その頃からすごい光るものがあって、アマチュアパンクラスの70キロ級と 100キロ級かな、無差別級を確か、はい、2つに優勝してるんですよ。ネオブラッドも準優勝、元普通の世界バンタム級チャンピオン、はい、BJ 選手入場。さあ BJ 選手の入場ですね。さあこちらはあれじゃないですか、直義くんの方がよくご存知じゃないんでしょうかね。そうですね、まあ階級は、まあ、熊澤君より下になるんですけども、あのシュート世界チャンピオンですからね、元。そうですね、はい、で僕もあの勝村修一郎さんの道場、あのグランドスラムの方で、まあ、何回か練習させてもらったことあって、はい、やっぱ僕すごいフロントチョークに定評があって、僕も1回確か取られたことあった気がしますね。すごいあの瞬発力があって、危険な選手ですね、まあ、お互いどっちも。そうですね、はい、まあ、実績では多分 BJ 選手の方が今のところ上なんでしょうけど、熊澤君もね、あの体重差もあるんで、楽しみです。お互い一発を持ってる選手ということで、はい、まあ、エキシビションということで、青コーナー非常に方針所属和やかなね、熊澤慎也、和やかな雰囲気でこれやるのかなと思いきや、はい、赤コーナーワイルドシーサー那覇所属、二人とも顔はちょっと真剣ですよ。なお、この試合はスペシャルエキシビジョンマッチ3分1で行います。 GFC ルールで行います。 BJ 選手、昔はあの色白で金髪だったんですけど、なんかやっぱ沖縄移住してからやっぱこうなんか沖縄っぽくなりましたね。色黒ですね、やるんですかね。これエキシビションですけど、これ実はガチってことないですよね。いや、ガチらしいですよ。ガチですか。熊澤君はガチしかない。本当に熊澤さんは本当にあれですね、うん、この大会のルールっていう以前にこう人としてのルールが守れてるかどうかがちょっと分かんないですからね。おー、これはちゃんと打ってますね。そうですね、やっぱ歩きながら打つ、これ池田真剣ですね、これ。おバックブロー、そしてタックル、お流れるような感じで、これ飛び出しましたね、ところが。やっぱりここでこういうエキシビ見ることで、あの若い選手とか観客の人たちも、あ、こういう風な世界もあるんだぞと、うん、そうですね、やっぱりちょっと実感をして、やっぱりこう重心の安定度とか構えとかの見るからに違いますからね。そうですね、やっぱり動きからもうすでに、はい、こうカウンターの無駄がない、うん、そうですね、もうすぐ立ちますね、やっぱり、うん、さすがですね。まあ、まだね、今日初めて格闘技見たって人も何かこの差というか感じてもらえたらな。1分経過。そうなんですね、はい、この総合格闘技というものがどういうものなのかっていうのですね、一つ一つにやっぱり攻防があり戦略があり、
っぱりこうね、まあ、今 僕なんかがこの2人の技術語るのはおこがましいんであれなんですけど、もうやっぱ動きに無駄がないですもんね、本当に。そうですね、うん、僕なんかも本当に美しいですね、やっぱね。そうですね、フィジカルも強いですね、うん、そうですね、やっぱりもう心技体ないと。あ、足越えましたね、うまい越え方しましたね。熊澤選手が先ほど寝技に入ったらガチだって言ってましたけど、うんうん、ちょっと下になって不利な姿勢になってますね。さすがにDFCルールなので、ちょっと打撃はありということで、はい、うん、さあ熊澤選手ちょっと、あ、これは肩固め、ラスト1分、ラスト1分、熊澤選手いいとこ全然出てないですね。バックとして立ちましたね。ただただただちょっと首気をつけてくださいね。おー、うまい。あー、さすがですね、もう野生の勘ですね、ここら辺は。結構あとあれですよね、今度逆にレベル高くなりすぎると逆にバック取らせて落とすっていうのありますよね、はいはい、フィジカルレベル高くなると。北岡選手とかも結構やってますね。意外とバックって難しいんですよね、難しいキープが、うん、特にレベル高い同士になってくると。ぜひとも1回は足換行ってもらいたいですね、熊澤にも、ね、やっぱなかなか怪我したくないし、上からは硬くなるんじゃないですか、いい意味で、ね、さあ後ろから回って、こんだけ体格差って足換的な人に入られたらちょっと怖いですからね。そうですね、トキーニョみたいですね、はい、試合終了。もうちょっと見たかったですね。勝敗はつきません。そこで試合を終えた両選手から一言ご挨拶をいただきたいと思います。あ、もう試合を終えた2人のこの息の上がり方からしてガチだったと、はい、いうことがなんとなく分かります、はい、さあ両選手から一言ずつ、あるようですね。さあ何が語られるんでしょうか。本日は GFC 長野ホール大会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。ワールドシスター沖縄グループ、BJ です。はじめまして。ワールドシスターも、今度の11月29日、天下一78という大会を、コザミュージックタウン音市場で開催されますので、それもぜひ皆様のお越しをお待ちしています。よろしくお願いいたします。あとワールドシーサー沖縄県内5店舗ありますので、新規入会とかお待ちしております。よろしくお願いします。ありがとうございました。道場と大会の告知でしたね、はい、さあここから、はい、やっぱ強いですね。寝技では足を折るつもりで本気で降りに行ったんですけど、行けなかったですね。足換え行く人はみんなガチでありますからね、ガチタイプ。皆さん、このチャンピオンベルトを自分に渡してくれた沖縄のレジェンドこと川間さんが今熊本で病気と戦ってます。いろんなことはありますが、僕はやはり偉大な先輩たちがいっぱいいるので、学んで日々稽古して、そして来たる決戦の時まで川間さんが作ってくれたリングで戦えることを願って待っています。今日は急な試合のオファー、10キロ以上体重下がる中、ビジ先輩ありがとうございます。皆さんが、あとはお前だよ、バトンを渡したからな。リングは俺が作る。
対勝てよ。約束だからな。おい、皆さんありがとうございました。熱いメッセージが送られましたね、はい、でもね、本当多分この GFC 作ったカオルさん、バッチョーさんは皆様、今一度両選手に、ね、沖縄のリング、本当交流を持ちたい、一つにしたいっていうのをね、言ってたんで、こうやって他のね、大会の宣伝とかこうやってあるのもすごく健全で、僕はいいことだなと思って、はい、ね、今、やっぱりいろんなこと叫ばれてる、いわゆるオール沖縄っていうやつなんでしょうね、うんうん、はいはい、